おはようございます。まぶしいのー。朝早くから撮ってるんですけども、皆さん朝大変だと思うんですけどもね、もう頑張っていきましょうしか言えませんが、まあその点はですね、そう思っていただけたらね、助かります。で、まあ今回はね、コメントリクエストではないんですけども、まあ私ね、まあコメントを来ておりまして、福岡ひとしさんかな？なんだ？まあコメント来てるんです。で、私ね、リアルマッコイズ、まあこれ言いますね。リアルマッコイズさんって、メーカーをさん付けて呼ぶ人初めて見たわ。というような、コメント来たわけなんですけども。で、そのまあコメント来たんですよ。メーカーさんに対して、メーカーにさんをつけるのは、まあ、いかがなものかっていうことだろうと思うんですけどもね。わかるんですよ。私もメーカーさんとは言っておりませんよ。仕事中ね。おい、あそこのメーカーどうなっとんねんとか、おい、どうしとんねん、あのメーカーはとか、言っておりますので、まあ、なんて言いましょうかね。まあ、私が動画を作成するに至ってですね、さんをつけてるのも、これはね、例えばの話です。メーカーさん以外でも、タクシー乗ってて、おい、運転手そこ止めろ、というわけにいかないでしょ。運転手さん、そこ止めてください。ドライバーさん、そこ止めてください。おい、そこのドライバー、止めろ、そこ。というわけにはいかないじゃないですか。で、リアルマッコイズさんでも、例えばお店に入って伺ってね、おー、リアルマッコイズいいのーって言うわけにいかないでしょ。おー、リアルマッコイズ、いつも買わしてもらってるけどええのーって、そんな態度ではいけませんので、私も車ハーツさんのところに入った時にはですね、あ、車ハーツさん、いつもお世話になっておりますって、車ハーツさん、お世話になっておりますって言うわけなんですよ。まあ、仕立てに行かないとね。もうこのご時世は。ですので、何かしらそういったトラブルも、まあね、まあその人の性格なんでしょうけどもね。では、まあ、仕事となればね、そんなさんつけてる場合ではございませんよね。まあそうですよね。部長も次長も課長も係長もね、主任もチーフもね、なんかマネージャーとかもあったな、なんかいろんな、まあ役職とか、の対しましても、まあさんはつけませんよね。部長さんとも言いませんもんね。ですが、やっぱ企業名とか、ブランド名とかを、まあ、店に入ったといたしましてね。それに至ってね、リーバイズストアさんにいつもお世話になっておりますとかね、ちょっとさんをつけてあげる。とともにね、まあ、個人名が分かれば、店長とかね、名前分かればもうパーって出てくれるのと、あとは、電話一本入れたら、担当の方もつきますので、いろいろいっぱい買ってたらね、そういった方とはね、いろいろとお話もできますし、で、別にね、もうなんて言ったらいいですかね、まあ、一応は動画を作成するに至って、リアルマッコイズさんのーって言ってるでしょ？リアルマッコイズさんのーってね。で、まあ、そういうふうにね、演出ですよ、あくまでも。その後 CM 入るでしょ。YouTube の AI もね、私も YouTube の AI を試したいがために、とか、そうとか言ってね、なんか音入れてるでしょ。その後 CM 入るでしょ。だから YouTube の AI の、広告をどこの
どこのタイミングで入れてるのかっていうことをですね、わざとねわざとやってるんですよ。だからそこに広告が入るっていうことは、ああそういうことなんだっていうことをね、やっぱり YouTube の AI というものをね、調べるためにはちょっとあのうるさいドカーンとかね、そうドカーンとかね、そういった言葉を私言いましたが、でそこに広告が入るっていうことはまあそういうことなんでしょう、うん、だからそういったことも試してるわけなんですよ。だからただ単にやってるわけじゃないんですよ私、うん。でも話はだいぶ長々それできますが、まあね、あのメーカーさん、メーカーに対してね、3をつけるのか3をつけないのかね、っていうお話なんですけどもね。まあね、ここはさすがにね、私はですね、そのメーカーさんがね、メーカー、その例えばそのメーカーがいてないときは、シチズンとかセイコーとかのメーカーがいてないときはメーカーって私言うんですよ、うん、あそこのメーカーどないなっとるねって言うんですよ、うん、おーロレックスボンボ売れとるのとかね、要はね、ビル長にもよう言われましたよ、うん。でもメーカーはちゃんとメーカーさんがメーカー来るんですよね、納品に。まあその時にはねちゃんとね、受け答えしないといけませんので、ディーゼルまたな、ディーゼルなの兄ちゃんどこ行ったんかな、タトゥー入れて かっこいいなあの人。まあいろんなね人と携わってきましたので、大正製薬もなぜかしら大正製薬のね、CM をされたお父さんがおりまして、大正製薬のね CM されたお父さんの息子さんですかね。まあまあそういった経緯で大正製薬に入った方もおられますので、もういろんな話聞けますんでね、いろんなメーカーの話で、もうメーカー以外の話でも裏話とかも聞けますので、その点は楽しかったんですけどもね、うん、どんどん話長くなってきますね、ごめんなさいね。だからですね、私はメーカーさんに対してはですね、やっぱりメーカーさんとちゃんと言います。うん、まあ、メーカーさんがいてない場所だったら、仕事しててね、仕事しててメーカーさんがいなかったら、おメーカー、あのメーカーどないなっとるねって言いますので、まあその3をつけてるのは単なる、まあ、まあ演出でもあるわけでも、そうですね、演出ですね、うん、ぶっちゃけまして。だからその慣れ慣れしい言葉とか逆にね、言われてみた立場になってみてあげてくださいよ、うん、リアルマッコイズの立場に立ってあげてくださいよ。やっぱりリアルマッコイズさんで言うべきでしょっていうようなことでですね、私は3をつけてる次第でございます。あとお店さんに伺った、お店の方にショップに伺った時にですね、いつもお世話になっておりますリーバイスストア様には本当にお世話になっております様でもいいんですよ、うん、お世話になっております言うて、そうしたら店長さんいっぱい出てきまして、あお久しぶりですね日の丸さん言うて、これね、陣内貴則さんのね、あのジーンズがあるんですけどもねで、まあ衣装提供ね、うん、あれ一応ね、あの何でもそうなんですけども、衣装提供とか楽器提供とかあるじゃないですか、うん、だからね、芸能人の方も着せられてるんですよ。ね、これもうこんな YouTuber だから言いますけども、伊藤麻子さんが来られた時には、そのスタジオにの、ま、季節とスタジオの色とに合わせてね、衣装の色を合わせますので、それ来た時に対応にも困るわけなんです。ほとんど下請けの会社に任せてるんですけどもね、うん、だから衣装はちゃんと衣装提供されてる方おられますので、ま、それでね、なんだかんだみんな着てるわけじゃないんですよ、うん、だからその衣装、その番組の、場面に移るための衣装、こういった衣装に関しましては提供してくれますので、うん、そういった面ではね、まあ、そう思っていただけたらいいと思っております。どんどん話それで言ってますね、ごめんなさいね。ということでね、今回は私のね、何々さんですよ、何々さんですっていうようなね、さん付けのことについてですね、私もねお答えしましたので、またそのコメントの方がもしもね、お医者様に行ってね、お医者さん先生でいいんですよ。お医者さんって言うでしょ、おまわりさんって言うでしょ、警察のことおまわりさんとかね、さんつけるでしょ、うん、
そしたら看護師って言うんですか、おい看護師ちょっと来いって言うんですか、看護師さん来てくださいでしょ、さんつけるでしょ。ということでね、さんをつけるということはですね、そんだけ重要なことだと思っていただけたらね、改めて勉強なさってくださいということでですね、今回これで終わりたいと思っております。長々になりました、今回失礼いたします、ありがとうございました。よっしゃ。